光の刺激を受けた結果、光を受けてない側の成長が促され、光の方向に向かう誇張乱俗の例光性とは、光の入射方向に対応して、植物等の成長方向が変化する性質のことで、ある。植物でよく見られる現象であるが、菌類などの他の生物でも観測される。屈光性という場合もある。植物の地上部は、成長を促す植物ホルモンを、 光の影になる部分に移動させる性質があるので、これによって、日陰側の成長が促進され、地上部が日の当たる方向に曲がることになる。その結果、花どが効率よく光合成できるよう成長する。光の方向に向かう性質を、正の光屈性、光とは逆の方向に向かう性質を、負の光屈性という。植物の根は、負の光屈性と、 重力屈性の両方の影響を受けて成長する。また、木などに巻きつくツタなどは、火を遮る者の,の方に向かう性質がある。1880年に、進化論で著名なチャールズ・ダーウィンと、その息子、フランシス・ダーウィンが、植物の運動という本の中で、稲荷植物が芽生え時に覆っている、使用症を使い、青機構が高屈性を引き起こすこと、光の重要部位は、 使用症の先端に存在するのに対し、屈曲する部位は先端より下であることから、先端から何かしらの影響が伝えられていることを示唆した。ホトトロピンは光需要体タンパク質きナーゼで、青式光により自己リン酸化して光屈性に影響を与える。ありがとうございます。